イチロー選手がもしホームランをもっと狙ってたらもっと打ててましたか？あのボール球振らなくなって確率のいいボールを探しに行ったらもっとホームランは増えてると。その代わり安打数は減る、率も減ると思う。その人が何を考えて野球をやるかによって数字っていうのは変わってくると思う。